こんばんは。はいはい。とりあえずバタついてるから聞くだけ聞いてる。ありがとうございます。聞くだけ聞いといてください。また後で、ね、じっくりと見て、この私の今の状況をね、そう、聞くだけならいいよ。今の僕のこの状態を、これを YouTube に僕は載せないといけないんですかね、来週。前回の分はね、今やっと取り込みが終わったところで、編集を明日しますんで、今日面白い、今面白い絵なのに、あのね、ちょっとまだ準備が完全に整ってないんでね、このまま始めてもいいというのであれば始めたいところなんですけどね、一切手元見えないんで、ちょっとあれなんですよね、やめよ。前回配信中にいろいろコメントをね、流れてくるものをこう見直してましてですね、そのいろいろやってほしい曲ですかね、みたいなのをバーッといっぱい拾っていって、結構たくさんありがたいことにありまして、ちょっと全部は今日できないんですけど、まあその中でちょっといくつかこうピックアップして、おこれもしかしたらできるんじゃないのっていうのが何曲かあったので、その辺のやつを今日はやっていこうかなと思います。まあ何ですかね、その今日のお題というかテーマというか、お題とテーマは一緒か。お題とテーマは一緒だね。はい、もう外した。いやだってそのね、あのメガネレス派の方もいらっしゃいますね。まずはちょっとなんでしょうね、あのファンサービスが忙しくてですね、なんというか、はい。ではまずはですね、先日ツイッターの方にはちらっと載せて、皆さん聞いていただけたかどうかはちょっとあれなんですけど、定かではないんですけど、ね、長渕さんをやる枠じゃないんですよ。あのファナティッククライシスっていうバンドのカバーをやっておりまして、そちらの枠になりますので、よいしょ。まあ先日ちょっとツイッターにアップして、初めてインスト曲を弾いたんですけど、ちょっとこれニコ生でできないかなと思って、ちょっと今日はそれをやってみようかなと思います。で、かつこの曲からのこの入りはもう完璧だろうという曲をね、やりたいと思います。いきます。じゃあ今日も最後までよろしくお願いします。抱えながら不安すぎる夜を越えて満たされない、いつだって
声がやがて一つになるまで叫んだ。フリーダム、この世界で病んでいる全ての人に届け。心に靴は履けない。時でも自分のこと裏切れないから、 Sing for my freedom。 心が例え儚くてでも、この僕がいることの意味を君が教えてくれるから、気がないつやきは言葉浮かぶけど、動き出せばきっと何かが見えるから。 Freedom、 この世界で病んでいる全ての人に届か、心に靴は履けない。 Freedom、 いつも心に自由を抱いて、どんな時でも自分のこと裏切らないから、自分がどこにいるのかわからなくて、君の声で目が覚める。 Sing for my love is my freedom。 この世界で病んでいる全ての人に届か、心に靴は履けない。いつも心に自由を抱いて、どんな時でも自分のこと裏切れないから、 Sing for my freedom、 Sing for my freedom、 Sing for my freedom。アルバム1からフリーダムでした。 あれですね、リウィンド41からのフリーダムでした。この入りがね、リウィンド41が弾けるようになってからちょっとやりたいってなって、ちょっとこの 2,3 日で頑張ってきました。後半ちょっとあれでしたけどね。ありがとうございます。というわけで改めまして、としきです。ともです。そしてバスクリーンがここにありますね。もう前回の放送をもうちょっとで YouTube に載せるんで、このバスクリーンの由来はそちらをご覧いただければ。まあファナの曲名じゃないわ、曲の中の空耳でバスクリーンが出てくるよっていうあれが、なぜか僕にこう名前が来たというだけの話でございます。というわけで、前回リクエストをいただいて、いやできないっすよ、アコギ向きじゃないっすよって言ってた曲をこれがね、でもね、最後の方が手元すごい狂いやすくて、
YouTube に上げるとしたらフェードアウトで後半は切るみたいな感じになるかもしれない。グリーンのが師匠の本体でしょ。いや僕の本体はこっちですよ。ガネメイが本体ですからね。これは僕のなんでしょうね、コアです。コア適当に言ってるけど、はい、ではちょっとハードなナンバーをいきたいと思います。アコギでどこまでできるのか、では同じくアルバム1から、前回のリクエスト曲です。聴いてください。独裁者。僕の心を君の占めるはリアルなギブサウンめぐるめく君の罠に何理性のかけらもないのな。僕の体深く稲むしが君を探す。ずっと忘れないから残したままで Yo! 独裁者僕の心を君の占めるはリアルなエピソード。オーナーエピソード。僕の体と楽しみですね。どんな感じなのか、聞いてる感じとこうやってる感じと後で聞く感じが全然違うんでなかなか面白いんですけどね。あ、ジュリさんどうもいらっしゃいませ。こんばんは。お手半で分かりました。アコギ版もいいね。あざます、あざます。じゃあもう一曲ですね。これは果たして本当にできるのかという、前回の、ごめんなさいね、ちょっともう本当に今日声が出なくてですね、まあ中断することはないと思うんですけど、ちょっと聞き苦しいところは本当に申し訳ない、申し訳ないと思いながら今日はやります。
とね、ちょっとこれはちょっとコードが見えないからメガネかけますね。前回ね、その独裁者と並んでこうスピードコレクターコメントに来てたんで、できないっすよって思ってちょっとパーッと軽くやったじゃないですか。覚えてますかね。あの感じでなんかできひんかなと思ってやってみたんですよ。家でいろいろちょっと考えて、でできるかもしれないと思ったので、やれる範囲でちょっとやってみます。これうまくいけばちょっとまたレパートリーが増えるのでね、ちょっと復習だけさせてくださいね。頭のつとむさんをリスペクトしてるんですか。いや、別にそういうわけじゃないですよね。たまたまちょっとこんなね、お風呂上がりにこう、なんていうかね、髪の毛乾かすときにこうね、下向きながらこう下からドライヤーでガーってやってたらこんなんなっちゃったんですよね。早く乾かそうと思ってこう横着したらなんかちょっとゴワンゴワンってなっちゃって、はい、じゃあちょっとやってみます。さ、緊張ですよ。今日はもう5歳乗り切れば僕はもう、なんでしょう、救われるというか。ベッカムメガネ。そんなイケメンじゃないし、ベッカムってまた懐かしいな。あれですよ、世代バレちゃいますよ、本当に。いきまーす。
た。目に見えないスリル感じてたい。 Yo! スピードの中でずっと眠らない黒猫飼った。苦しい愛の中で眠りたい。Yo! スピードを曲がってもっと生まれる前よりもずっと遠い遠い君にすれ違いたい。Yo! スピードの中でずっと眠らない黒猫飼った。苦しい愛の中で眠りましょう。 Yo!曲よく作ったもんだなと、僕は初めて聴いた時はなんじゃこの曲はと思ったんですけどね、こんな曲もやるんだみたいな感じだったんですけど、ちょっとタイトルとその実際に聴いた曲のイメージが意外と違ったんで、へーって感じだったんですけどね。声にツヤが出ましたね。いや、ただ枯れてるだけなのを強引にカバーしに行ったっていうね、なんでしょうね、ハスキーな声にはできないんで強引にこうカバーしに行ったというね感じですけども、というわけでありがとうございます。早いものでもあと30分ぐらいで終わりなんですけどね。ではでは、ちょっと前回のリベンジをここで一曲やらせていただきたいんですけど、幸運よ君の胸にですね、こちらをちょっとなんとかリベンジしたいということで、しっかり練習をしてまいりましたので、こちらずにやれるようにちょっと頑張りますので、では聴いてください。ちょうどまあ卒業シーズンというね、まあ、続いてますのでぴったりかなと思います。誰だ NG コメントを出したのは。目じゃあ聴いてください。幸運よ君の胸に。さよならまた会うまで忘れないよ君のこと。まだまだこれからでしょう。人生は先が長い。けどもしもどうしてもどうもならないことがあったらここに帰っておいで朝まで付き合うよ。
から解き放たれし、まだ見ぬ目を誰も知らぬ光を、僕らは名もなき花を咲かす春夏秋を越えて冬を越え年を越え、お互い年を重ね来てたんでやります。戻れない。
というわけで、なんだっけ、ムーンライトでした。ありがとうございます。巡り会えたらはどうでしょう。巡り会えたらね、懐かしいですね。ありがとうございます。いや、なんか一枠というか1時間しかないってことを考えた時に、もうあと20分弱で終わりなんですよね。で、最近ちょっとやってて多少悩みがありましてですね、どうなんでしょう。前回ちょっと1時間半弱ですかね、だいたいその尺ぐらいでやらせてもらってるんですけど、1時間、まあ、実質今日の場合、まあ、50分弱しかないんですけど、50分ぐらいの枠だとやっぱ短く感じられるのか、ちょうどいいぐらいなのか、まあ、短いと感じられるのであれば、やっぱ1時間半ぐらいやってもいいものなのか。こばは、どうも、こばは、としきです。っていう感じで今ちょっと悩んでおりましてですね、皆様的にはどうなんでしょうね。僕はこう定期的にやるんであれば、こう短い時間でギュッと美味しいものをいっぱい皆様にご提供できればと思ってるんですけども、なんか前回もね、ちょっとあれもこれもっていう風に言ってもらえたのが非常に嬉しかったんで、こうやっぱりね、1時間ちょっとぐらいはやった方がいいのかなとかいうところが最近の目下悩みでございまして、皆様のその辺のご意見をいただければですね、ちょっとどんな感じにしていこうかなっていう、この枠をね、どういう風にこう盛り上げていけばいいかなっていうのがちょっと今考えてるところなんですよ。その声が聞ければ何時間でもいいですよ。くっさ、何これ、ちょっとスクショしていいっすか。めっちゃええこと言いますね。ちょっとこれは、いやー、泣いちゃうよ。そんな言ったら、なんとなんと、いやー、ちょっと照れる、なんということでしょう、なんということでしょうね。この声が出ないと言ってる時にすごい声を出してしまいましたけどね。泣いてもええやで。そうです、歌と涙とバスクリーンですからね。深みが出てくるに。いや、多分ね、深みが出てるのは今日だけで、多分来週からまたいつものポップンロールな声に戻りますよ。そうか、巡り会えたらか。あとは師匠の体力次第でいいのでは。いや、なんかありがたいですね。皆様結構寛容的な感じで、なんか非常に嬉しいですね。まあ今日はちょっともうね、体力の限界なんで、あとちょっとで終わりますけど。じゃあちょっと、今日大体やる曲は一通りやりきったんで、じゃあ巡り会えたらちょっとやってみようかな。久しぶりに。B メロがめんどくさいんだよね、これ。転調がちょっとややこしくて。じゃあこの曲はちょっとコーラスを入れますね。照らす、もう二度と会えることはないや。凍えた両手で君を抱く、隣の部屋で孤独に繋がれた二人、いつか君が話したように、 Twice 人はいつか空に帰る、孤独はいらない、焼けた砂の上、君に巡り会える、
どうやったっけな。繰り返しですもんね。繋がれた二人、どうかな。君が話したように、ここのアレンジをちょっと考えようというわけで、これはちょっと次回の、次回ちょっと別枠が用意されてるんで、その次ですね、その次ちょっと巡り会えたらはまたちょっと頑張ってもうちょっといい感じにしてきますんで、乞うご期待、乞うご期待はい、というわけでですね、即興ですごい、いや巡り会えたらはね、比較的アコギを始めて割と最初の方にこう耳コピーしたんで、結構ね、手でもう覚えてたっていう感じ。アゲインですか、アゲインですか、アゲインってどんな曲やったっけ、どんな曲やったっけじゃなくて、どんなコードやったっけ。いつでもずっとやから、あれは確か B フラットやったから、 B フラットってことは箱なしでいくとこうなっちゃうから、ふう、はあ、怖い、ちょっと怖い。いつでもずっと探してるよ、あなたに似たあなたの声を、どこかであなたに似た後ろ姿を、いつかまた会えたらいいな、偶然また会えたらいいな。 See you again、 愛しい人よ。ずっと好きだった、レコードはまだ貸したままだよね。時が過ぎ、お互い年を取って、別の誰かと永遠してるよ、あなたに似たあなたの声を、夜明けの窓にいるはずもない風景に、いつかまた会えたらいいな、偶然また会えたらいいな。 See you again、 愛しい日々よ。まあこんな感じになるんで、これもちょっと復習して、また次の回の時に完成させておきますんでじゃあちょっとラスト2曲ということで、ちょっと待ってね、もう1曲リクエストあったのを消化しないと。こうして聞くとファナはこの時期の曲、どうですかね、どうですかね。結構いろんな、アゲインって僕結構夏っぽいイメージがあったんですけどね。皆さん的にはどうですかね。僕らにもっと痛みをと来てますが、そっちやった方がいいですかそっちをやろうと思うと。いい曲か。この曲フルでいけるかな。
リクシタの今日はやれない、一通り用意してきた中にはちょっと全部前回もらったやつはちょっと今日消化しきれなくてですね、今からワンをやろうと思ったんですよ。前回リクエストもらってたんで、マイローズ、マイローズ、でも今日はワンやらせてください、すいません。ワンやってライフやって今日は終わりです。じゃあ行きまーす。
番でした。ありがとうございます。あの僕たちは時間を止めて恋をするはごめんなさい、次やりますんで、あの再来週か、再来週やりますんで今日ちょっと用意しきれなくてですね、あの言い訳をするとスピードコレクターに時間を割きすぎたっていうのが一番の原因ですけどもね。じゃあとりあえずちょっと最後お知らせだけあるんで、まずは一曲ライブをね、あの皆さんで一緒に歌って、また明日から一曲、あ、一曲じゃないわ、明日から一週間また頑張ろうぜってことで、コメント見てたらちょっと手元が狂いましたね。そうですね、グルナイマーの火の鳥ですね、舞い上がれですよね。火の鳥もまたアコギでやってみようかなと思ってるんで、お楽しみに。僕らはいくつもの未来を、流れる空風に揺れて見ないふりをした。あの日のあなたの横顔がずっと今も忘れられない。そのままに、例えば人生にもし勝ち負けがあり、優劣があるなら、君と肩を並べてウィナーに唾を吐いてやろう。いつか遠い街だ、夢が果てても残るものはあるさ。たまに難しいことはどうすればかやろうぜ。愛するものを見つけるたびに、嫌な自分を見つけてしまう。そんなものかもね、全てを知ることはできなくても、全て捨てることはないさ。君のままに If life is over、負けがあり優劣があるなら、君と肩を並べてウィナーに唾を吐いてやろう。いつか遠い街だ、夢が果てても花は咲くだろうさ。悲しい顔はやめてね、それぞれの道を選び、僕らは強く時に壊れそうで、君の声を求める、僕はいつも君を見ている。いつか別れが来て空になっても忘れはしないだろう。君の全て、君の声、話し方全部、君をあるがままに、君であればいいぜ。それぞれの未来へ、果てしない未来へ、続け。スタジオから出なさいコールがちょっと切れしまいましたので、今週はここまで。ちょっと片付けしながらのお知らせだけやっときたいと思います。あの来週4月1日の放送はですね、この枠で久しぶりにちょっとゲストさんを呼びましてですね、やりたいと思います。あの僕の別ユニットでやってるカムクローサーっていうユニットのボーカルのタナチューって女の子があの次回来ますんで、その子と一緒にちょっと2人でやろうかなと思ってます。なのでちょっとファナティックの曲はあまりできないんですけど、ちょっと僕のコーラスワークだったりとか、あのいろんなそのなんていうの、
違う人とやった時にどんな感じなのかなみたいなのを、楽しみにしていただけたらと思いますというわけで、今週もありがとうございました。ここまでとなります。また来週お会いしましょう。このぐらいだろうか。このぐらいにしたときに頭の上、何をこんなもんがね、頭の上に乗るわけがないじゃないですか。もうバカ言っちゃいけませんよ。どうやこの状態でやろうと思うと、なかなかな無茶を。ピックが遠いよ。よいしょ。君ならできる。今すでにやっている。これ、あーははははこれ、途中から来た人たちはどういう気持ちで見たらいいと思いますか。これタップさんね、は玉砕なんで、下向けないからコメントが極芸枠。これの状態で何を弾いたりですかね。あ、間違えて不協和音が出てしまった。僕らは